はい、今日はですね、また違った帽子にこの間と同じように穴を開けてソニーのアクションカムを固定しております。前回と違ってちょっと画角を狭くして撮影してみてます。まあ、GoPro のハイパースムースと同じ考えだと、まあ、その場合画面を 10% クロップして、まあ、疑似的な、まあ、手ブレ補正も効果も加えているということで、ソニーのアクションカムの場合は画角を狭くした場合、まあ、手ブレがより収まっているのかどうかちょっと気になりますね。それもちょっと比較してみたいと思います。まあ、雨模様ですけど、ではまず、中間、まあ、ソニーのこのカメラの規格によると中間ぐらいの画角で走ってみたいと思います。で続いてが、まあ、画角を広げようと思うんですけど、これ撮影したまま広げられるんですかね。メニューで、あ、やっぱ撮影中はメニュー変えられないみたいです。はい、というわけで画角をワイドにしてみまして撮影開始しております。
い、最後はですね、画角がナロー、一番狭い画角で撮影して走ってみます。はい、とりあえず3種類走ってみました。まあ雰囲気を出すんだったらやっぱワイドの方がいいのかなって気もしますけど、ワイドの場合周辺歪みが結構激しいんですね。中間がどんな感じで映ってるかちょっと見るのが楽しみです。